鉄道模型コンテストは、鉄道模型のレイアウトや車両などの製作を競うコンテストである。略称は、鉄コン鉄道模型の振興と発展のため、文部科学省が講演して毎年8月に東京ビッグサイトで開催される。高校生モジュール部門は、高校生を対象とした競技の甲子園ともいえ、全国各地から出場する。高校生のほか 大学生モジュール部門もある。高等学校の鉄道クラブなどが、レイアウト、鉄道模型の車両技術や製作技能を競う全国的な大会である。競技を通じ、交流促進、技術や技能水準の向上、時代の鉄道模型愛好回育成などを目指している。2009年度から2011年度までは、国際鉄道模型コンベンション会場内で、 開催されていたが2012年以降は独立開催されている。各校が出展したモジュールレイアウトが支店時でモジュールを連結して実際に N ゲージ車両を走行させ来場者が投票して各モジュールを評価するほか審査員によって各賞が授与される。2015年より高校生モジュール部門において最優秀賞を受賞した高校の生徒は ミルウォーキートレーンフェストなど、海外の鉄道模型イベントに招かれ、作品を展示走行させることになっている。作品展示のほか、ステージイベント、鉄道模型の運転体験、レイアウト工作教室、常用電車の体験運転などが催される。ありがとうございます。